ガンスリンガーガールは、アスキーメディアワークスの雑誌、月刊コミック電撃大用に連載された、相田博士の漫画。または、これを原作とする、テレビアニメドラマ CD、コンピュータゲーム作品。略称ガンスリ。イタリアを舞台に、体を改造した少女の殺し屋を運用する、大テロ機関、社会福祉公社と、犯罪やテロによって、イタリアを恐怖に陥れる。 テロリスト集団5共和国派との戦いを軸にしたガンアクション漫画。その舞台に合わせて劇中にはヨーロッパ製の銃や車両が多数登場する。相田博が自分の個人誌、ジュエルボックスでガンスリンガーガールとして発表。その後、商業誌に場を移し連載。2012年12月15日発刊の単行本第15巻で完結し、 アスキーメディアワークスの電撃コミックスレーベルから刊行されている。掲載誌、電撃代用は、いわゆる萌え系の漫画誌であり、当作品も、美少女が重要な役回りを果たす。しかし、美少女本人や、周囲の人々の様々な思いや信念を丹念に、描いたり、現代のイタリアが抱える、社会問題をフィクションを取り混ぜつつも深く扱う、ことによって、ストーリーに、 奥行きがもたらされている。第16回文化庁メディア芸術祭漫画部門にて優秀賞を受賞した。2003年に第1期のテレビアニメ化され、同年10月から翌年2月にかけて全13話がフジテレビ CS で放映された。原作の2巻までのエピソードの順番を並べ替え、エルザが登場するオリジナルエピソードを組み合わせ、一部改編を除いて、 コミック本編と整合性の取れた物語になっている。同時期に、プレイステーション2用のゲームソフトが全3部作で発売され、アニメの DVD ビデオはその特典として同行された。後に、アニメ単体の DVD ボックスも発売された。テレビアニメ第2期は2008年1月から3月にかけて全13話が放送された。 同作ではピノッキオペンからのストーリーが描かれ DVD ビデオとして販売も行われた。2008年10月に第2期の14.15話に相当する OVA が発売され原作の28、29話が描かれた。少女に与えられたのは大きな銃と小さな幸せ。物語の舞台は架空の現代イタリアを中心としたヨーロッパ。イタリアは国内に 地域間対立や思想対立を抱え、テロや暗殺などの暴力が絶えなかった。イタリア政府、首相府は表向きには障害者への様々な支援を行う、組織として公益法人、社会福祉公社を設立する。しかしその実態は、体に障害を持った少女たちを集め、体の改造と洗脳を行い、反政府組織に対する暗殺をはじめとした。 長方機的活動を行わせる闇の面を持った組織だった。少女たちは、機体と呼ばれる人工の肉体と引き換えに、時に危険すら帰り見られることなく、銃を手に戦う運命を背負わされた。担当声優は、左が第一期アニメ及びゲームのもの、右が第二期アニメのものである。なお、兵器のないものは、第二期には登場しない。 喫体1期生2期生当初の計画では10体を予定とし、1月に2体のペースで擬態化が行われているとのこと。すでに数体が完成し擬態旨で両生活している描写があるが、個別のエピソードが描かれているのはペトルーシュカのみである。ゲームオリジナル擬態担当官擬態の運用と世話を担当し、担当の擬態と担当官で一組のフラテーロと呼ばれる。担当する。 議体に命名する権利を持つ。担当する議体の条件付けや運用は、校舎の命令に反しない範囲で裁量が与えられている。2期生の担当官不要を除き、すべて成人男性である。議体と担当官を除く、社会福祉公社職員議体と担当官を除く、作戦2課課員設立当初は10名ほどの組織だった。人員も実績もなかったことで、 擬体の補助をする以外の仕事がなかったが、アンジェリカがジョルジョとアマデオの喧嘩を体を呈して、防いだことで擬体の有能性が上層部に知られるようになり、仕事が回ってくるようになった。デスクワークの会員も大規模作戦の場合は現場に出動するため、実務訓練を行っている。作戦部作戦一家会員技術部擬体への改造、メンテナンス、技術開発を担当する。 ほとんどが医師、医学博士である。公安部ジョゼとジャンの関係者トリエラとヒルシャーの関係者、マルコーの関係者実在する銃器が登場し、ほとんどが欧州製のものである。各登場人物はおおよそ使用する銃器が決まっている。銃器雑誌のインタビューにおいて作者は、フラテロは、銃もフラテロと発言している。議体と担当官の所持する銃はそれぞれ共通性が、 あることを示している。基本的に作者がそのモデルガンやエアガンを所蔵し作画見本としているが作画時に手元にない場合は登場人物が他の銃を使用することもある。またアニメーションの2期の初期の第1話から第6話のオープニングの実写として登場する銃は KSC の製品である。これは本作品に登場する銃器を KSC とタイアップで発売する企画が きっかけとなっている。しかし、いくつか企画されていたが実際に発売されたのは、トリエラが使用している P230SL の1点のみである。本作品には実在の車両が多数登場する。主要各人物が常用するものは、下記の通りだが、その他にも、ランチアデルタチ f インテグラーレーボアイアアルファロメオ145、アルファロメオ147、 BMWX5 など、1コマのみの登場や背景での描写でも、ランチやインプシロン、フォルクスワーゲンゴルフなど、欧州車を中心に非常に多くの自動車が描かれている。議態担当官が乗る車両は、担当官の個人所有のものか校舎が用意しているものかは不明。本作に対しては、肯定的な評価も、ある一方、悪趣味である、 倫理的に問題があるといった批判的意見もあり、賛否両論となっている。漫画評論家の伊藤剛氏は、本作が美少女が銃器を使って戦う、という男性読者の欲望にかなった内容を描きながらも、それが悪趣味、非倫理的なものであるということに言及した描写が見られるため強い批評性を持った作品であると述べている。評論家の宇野常広は、 男性が自分より弱い立場にある少女を所有するという欲望を追求する本作を同様の構造を持った、やあ、NHK にようこそ、などと共に安全に痛い,い自己反省パフォーマンスであると批判し、批評家によって過大評価されていると述べている。小説家、文芸評論家の笠井清は、本作に登場するヘンリエッタについて、精神科医の斉藤玉樹が、 戦闘美少女の精神分析で用いた類型での最新事例であるとしている。斎藤玉城は1990年代後半以降、新世紀エヴァンゲリオンの綾波イのように少女としての快活さよりも空虚さを前面に押し出したキャラクターが増えていることを指摘しているが、笠井清によれば精神的外傷体験の記憶を人工的に消去。 されて悩むことすら許されないヘンリエッタはそれ以上に暗淡とした印象を与え、そこが本作の独自性であると述べている。連載終了後の2012年12月、本作は第16回文化庁メディア芸術祭漫画部門において優秀賞を受賞した。選評では商業的に成功したエンターテインメントであると同時に深い射程で議論を誘発するとし、 感情や人格までも人工的なものとする条件付けという設定の批評性が指摘されている。相田博ひ著アスキーメディアワークス感情術の通りあたり作品は作者が同人誌として発表したものを後に主軸を商業誌に移行したものである。2003年10月から2004年2月までフジテレビで放送。全13話。原作漫画の単行本理巻までと同じ流れで、 物語が進むが、エピソードの順番が入れ替えられたり、原作では、詳細が描かれなかった部分が挿入されている。また、セリフが一部改変されている。など。スタッフ主題歌格アリスト放送局2008年1月より、ガンスリンガーガール、イル・テイアトリーのマイナスのタイトルで放送された。トリエラとピノッキオとの戦いを主軸に、いくつかのエピソードで構成された。 原作者の間田博本人が脚本を担当、制作はマッドハウスからアートランドに変更された。第一期から時間が経過しているため、スタッフ及び担当声優は一新されている。目を大きく描くなど、登場人物のデザインも変更された。こちらでも、第一期同様、原作では描かれなかった部分が掘り下げられていたり、セリフも一部改変されている。 スタッフ主題価格はリスト放送局 BS11 での放送に合わせて15分間の特別番組ガンスリンガーガールイルテイアトリーの応援番組花満回あなたにもっと近づきたいが BS11 で2008年3月30日の深夜24時より5夜連続で放送された。出演は司会に主要な擬態の少女を演じている声優が日替わりで担当した。 ゲストは司会の声優が担当している議体の担当官を演じている声優。ただし、クライス役が出演する回のゲストは主題歌を歌唱するただ青い鳥屋の二人。その内容は主に番組に関したフリートークで第三夜だけは歌手の二人による主題歌の歌唱が行われていた。これらの内容は DVD の初回特典として未放送部分を加えて収録されている。 すべてマーベラスエンターテイメントから発売されている、ガンスリンガーガール、イルテイアトリーのマイナスに関するカテゴリー、ありがとうございます。